メロン。メロン、和名、メロン、英名、メロン、学名、ククミスメイロは、果実を食用にするウリ科の一年生総本植物で、ある。また、その果物、果実のこと。北、アフリカや中近東地方の原産地と推定されたが、最近の遺伝子研究によれば、インドが原産地と裏付けられた。紀元前2000年頃に栽培が始まった。 通常、ククミスメイロエルの西方に伝わった品種群をメロンと呼び、東方に伝わった品種群をウリと呼ぶ。日本のマクワウリなどもその一つである。漢字では天下と呼ぶが、これはメロンを指すと同時にマクワウリをも含む表記である。紀元前5世紀頃にエジプトで作られた苦味の少ないメロンが地中海を越えてヨーロッパに渡った。当時のメロンはキュウリよりは 甘いという程度であり、サラダや酢漬けにされた。その後、甘いメロンが作られるまで数世紀に及ぶ改良の努力が行われた。ルネザンスの頃に、南フランスでカンタルーダネのような甘い品種が作られるようになり、メロンは野菜の仲間ではなくなっていった。日本では中世の高校遺跡から単化種子が検出されており、古い時代にトライして雑草化したものは、 雑草メロンと呼ばれ、西日本の島し部などに自生している。メロンの産地として夕張などの冷涼な地域が有名なのは、日本で流通している高級メロンの元になった品種がヨーロッパで作出されたため、熱帯性の種の多いウリ科植物には珍しく、夏の高温多湿に耐えられないからである。同じウリ科の火災であったスイカが、庶民の味として親しまれてきたのに対し、 メロンは高級品というイメージだったが、品種改良が進んだ近年では、産地も広がり、生産量ベースではメロンが、スイカの約半分まで追い上げ、時期や地域にもよるが、同程度の小玉スイカと価格が逆転する場合もある。スイカの旬は成果だ。より冷量を好むメロンの出荷期の方が早いため、出始めの高値のスイカと安いメロンが並ぶことになる。 普及を目指す過程で様々なタイプの品種が開発、あるいは輸入されたため、超高級から低価格まで、値段も外見も味も多様な品種が見かけられる。同族の有用植物としてキュウリ、キュウリ、シーサチベスエルがある。メロンは、園芸分野では火災、身を食用とする野菜とされるが、生花市場での取り扱いや、栄養学上の分類では果物あるいは果実と、分類される。 果実は多くの場合に休憩であるが、ラグビーボール型やコンボウ系、さらには蛇のように細長いものまで変化に富む。表面は白色、緑色、黄色などで複数の色が混ざることもあり、イボや深い溝を生ずることも多い。網目が生じるもの、網メロン、網系と生じないもの、網なしメロン、網なし系とがある。多くは中心部が面上で、 多数の種子を含む。日本で流通しているアミメロンは品質を高めるために1本の鶴から通常1個しか収穫しない。主なネットメロン品種は受粉してから食べ頃までの日数が特定されている。ネットとはかさぶたのようなものであり、果実の成長期に果肉と表皮の伸長率のズレによって生じるひび割れを塞ぐ分泌物から形成されるもの。 実は、敵カメロンと呼ばれ、メロン付けの材料となる。果実はこなすと甘くなるが、酸味が含まれる場合もある。ごく粉質の果実をつける品種、ババゴロシとも呼ばれるや、乾燥地帯の品種には極めて保存性の良い、1年程度持つ品種もある。この場合は、果物というより、水糖の代わりとしての利用である。 果肉食は、主に赤肉種、青肉種、白肉種に分類される。マスクメロンとは、品種名ではなく邪行、ムスクの香りがするメロンの総称のことである。など。世界のメロンの収穫量上位10カ国、2012年。日本の収穫量は21位で19万トン、作付け面積は25位で8550ヘクタールである。 主要産地とその品種を記載する農林水産省の統計による2013年果物及び野菜として生殖されることが多いが赤毛売りなどは煮物にすることもある加工品用飼料用での利用もあるマスクメロンは日本では贈答品として用いられることも多いが国によっては庶民的な果物である特有の甘い風味と香りから飲料や 菓子のフレーバーにも多用される。また、蒸気の通りメロン果肉、果汁には緑、青肉系以外にも、白や赤肉品種も多くで書いているが、加工食品でのメロンを示すアイコンは、基本的に緑である。食品飲料、メロン、実の主成分は、諸ブドウ糖、果糖などの糖類とカリウム。果肉には、食物繊維のペクチンが多い。 赤肉メロンの場合カロテンが多い。また、スイカと同様に水分が多いウリ科の植物であり、体内の塩分、ナトリウムを排泄させるカリウムが多く含まれ、腎臓病や高血圧の予防、体内温度を下げる成分も含まれており、夏バテによる食欲不振の予防も効果的である。また、下毒作用もあり、リュウマチや神経痛の痛みや痺れの予防にも効果的である。 ククミシンというタンパク質分解酵素を多く含むため、多量に食べると口腔内がピリピリと痛みを生じ、稀に出血する場合もある。収穫後、熟成するにつれ分解酵素が増加する。熟成期を極度に過ぎたものには甘さよりも苦みが生じる。5. おさむき